今回はプラレールの街の駅を使って島式の2面4線駅を簡単に作る方法をお送りします。まず地下直線レールと複線橋脚と複線ポイントレールと複線幅広ポイントレールと2倍直線レールと4分の1レールを用意します。まず街の駅を地下直線レールで作った土台の上に中央に寄せておきます。そして複線幅広ポイントレールと複線ポイントレールをつないで複線本線に戻るようにします。この時ご覧のように2種類のポイントレールを使います。そして複線幅広ポイントレールと複線ポイントレールのつなぎ目にある4線をすべて支える橋脚はプラレールには存在しないので、地下直線レールまたは地下直線レールがない場合はプラレールの橋脚の高さと同じくらいの厚さの箱や雑誌を置いて複線幅広ポイントレールと複線ポイントレールのつなぎ目を支えて対応します。そして外側は2倍直線レールを使います。そして本線に戻るとき複線レールにつながるように4分の1を両方面につなげます。そして駅が完成です。駅から本線に戻るまでだいぶ長いですが、このように工夫すればわざわざ廃盤になった高架ポイントレールを買わなくても島式の2面4線駅を作ることができますね。しかし一番良いのはやはりあの廃盤になった高架ポイントレールを使うことでしょう。ということで走行動画をやって終わりたいと思います。